どんなことしたいかって、はい、夜の街って知らないんですよ。夜の案内ぐらいで、はい、まだないんか、最後までまだ飲み足りんなみたいな、はいはいはい、もうどこも2時3時閉まるけど、この一番まだあります。朝までです。お帰りですか。はい、はい、結構いっぱいこういう仮装いました。綺麗じゃね。あの左上の人とか可愛くない。これかこれか。あとかあるね。278。あ、それもいいやですね。行きたい店いっぱいあるな。はい、はい、ということで、まさかのコラボという形でさせていただくことになりまして、はい、今日は、ガチパルのマグロくんにお越し。何飛ばしとんじゃねえぞ。文句あるんか俺。どうも、マグロ大好きマグロくんじゃ。今回はな、岡山のヤンキーじゃ。岡山のヤンキーになっとるけど、よろしく。お越しいただきましたー。はい、どうも、マグロ大好き。はじめまして。言わしてあげて、言わしてあげて。マグロくんにお越しいただきました。はい、どうも、マグロ大好きマグロくんですっていう風にやらせてもらってます。はい、これ何、これお寿司を食べる。あ、なるほど、マグロ。なるほど、なるほど。ね、マイシティに。マイシティ。出たがりの、出たがりのロボさん捕まりました、はい、セキュリティの方です。どうも、初めましてロボさん、はい、あの、マグロ君の初めてなんで。初めてですね。ガチで、ガチでパルス。ガチでパルス。今日ガチでパリッパリッパリッ。これやばいやつ。初めてパルス入ってます。ガチの、ガチ、ガチの感なんですよ、これ、ね、ガチでいきましょう、はい、ありがとうございます、まあ、とりあえずどんなことしたいかっていう、はい、あのね、僕結構若いんですよ。何歳なんですか。21です。これ聞いてよかった。僕21で、昼間の岡山を知ってるんですけど、やっぱり大人になったばっかで、夜の街っていうの知らないんですよ。夜の案内ガイド。そうなんですよ、夜の案内ガイドとちょっとご案内をしていただいて、はい、正直、夜の街やっぱ怖い。中央町とか。いや、ちょっとでもなんかちょっと怖いっていう。この髪で言うなし、この髪で言うなし。あんまりでもうろうろせん方がいいところもあるっちゃう。いや、もうなんか先方が。ほんまやな。いや、いいね。雰囲気がいいね。雰囲気が。雰囲気がいい。すごい雰囲気がいい。雰囲気がいい。ここ結構有名なね。あれだ。あんな感じの女の子。あんな感じ。好きです。好きです。すごいね。問題の場所。どれが問題なのこれ。ここね、あの営業前に行ったんですよ、はい、中入ってて自分から聞いたいろいろ、いろいろ教えてくれた。実際どうでした。いや、60分7だけ1万8000円かなかったやつ。1万8000円で飛び高よって言ったんですけど、まあでもこうしたいね、いろいろ。あ、ここリップコースか。うん、1万5000円。これ高いんだよ。これでさ、何もなかったらさ、確かにダメでしょ。確かにお金も借りますよ、ね、だったらもう最初からもう確かに。あ、そうですよ。でも電気はやっぱ消えとるな。うん、服は見てるんですか。でもこの3人が完全に威嚇しとるからな。圧力かけてるから。でも結構入ってますよ。ご覧ね、駅前だけじゃないよ。クオリティが高いよ、結構。何のコスプレなの。筋肉マン。そうです。お帰りですか。はい。結構いっぱいこういう仮装いました。ね。終わってるもん。ああ、そうなんだ。なんか仮装がさ。まあ、そうだね。所詮聞きました、皆さん、辛口トークです。所詮、所詮いや、でも地方の中では頑張ってる方だと思うんですよ。確かに。あのあれ、そうか。うわ、子連れの猫ちゃんですね。ほんまや。危ないよね、その辺おったら猫が。あ、
あ、なるほど。で、まあ、案内ガイド入りますけど、はいはいはい、右の川より右側が駅です、はい、ここ。ああ、なるほど、うん。こっちよりあっちの方が。こっちがもう、あの言うたら岡山駅で遊んで、こっちに流れてくるみたいな感じで、はい、こっちでお酒飲んだ後、帰り際流れてくるのがこっちの方面。うん、こっちは飲み屋が、左は飲み屋が、キャバクラとか、はい、スナックとかラウンジとか、はい、そういうとこが多いです。ね、言うたらもうね、若いからこれからデビューしていくわけですよ、どんどん。そうですね。お付き合いがあったりね。そうですよ。そうですよ。知っとかないと。そうだね。まさにその上がっていくあれだね。そうですね。まだまだそんなにこれからね、いろいろ学んでいこうかっていうところですね。はい、そうです。まずは勉強から。勉強会しないとね。今日勉強会ですね。今日勉強会です。はい、高いですよ。あ、そうですか。お金がかかっちゃう。まあ、そりゃそうですよ。見てください。学校行こうって、バラビアって言ってたんですよ。学校行こうって言うのは、学び屋。まだ何か、最後までまだ飲み足りんな、みたいな。はい、もうどこも2時、3時閉まるけど、ここの一番、朝まで行く。朝まで行く。お客さんがおる限り行くキャバクラです。はい。でも、安いけど、ほんまにいい子いない。これも言っちゃダメなんだな。これも言っちゃダメなんだ。営業妨害。営業妨害。営業妨害ね。このどこの、どこ市内？岡山市内？いや、笠岡市出身なんで。笠岡市出身。くっそー、田舎。笠岡美味しいラーメン屋、どこが美味しいですか？笠岡ラーメンっていうのがあるんですけど、はいはい、それは鶏チャーシューのやつ。あ、そうです、そうです。あれうまそうなんよな。井出原っていうところがもう井出原人気です。あ、ここ美味しい。美味しい。そうそう、しそ餃子美味しかった。美味しいですね、もう。ここめっちゃ美味しい。あ、でもまあまあ言うね。すごい、この宮城の。どう、マグロ君感想は。いや、知らんとこばっかです。ほんまね。いや、ほんまに来ないんで。あ、こんな感じなんやって感じです。店いっぱいあるな。どんな店がお好みですか？やっぱ可愛いお姉さんがいっぱいいっぱいいると。若い子、若い子いいですか？いや、女性、あの年相、年相場タイプは、あの年上です。あ、でも年上言ってもどれぐらいの年上とかあるじゃないですか？27、8。あ、それもいやですね。まだ若いな。僕やっ力したら、はい、あ、まあ、そうか、そうか、そうか。じゃあそこに昔あったリッよかったな。場所変わったの？あ、そうなんだ。友達が働いてるんですよ。まさかここにあったんですか？そうなんです。ここの上の穴、A の。かわいいファミリーティーな。綺麗じゃね？あの左上の人とかわいくない？これがいいな、まだ。これ？え、これかこれかな。そうですね。あー。この辺はねえだろ。え、この人かわいくない？すごい、もうマグロがその後ろですごい舐めるように。全員ちゃんと見てました。上から順番。マグロ君どれ？どの？僕、これ多分左下。左下 OK？ これ。鈴木そば子みたいな顔してるけど。飯屋のメニュー見るんじゃねえけど。俺も食えんから。ビザとかあるし、いろいろ寮みたいなのがあって出れんだし。ああ、そうだね。よっしゃ。まあね、まあ、ちょうちょ回ってみたんですけど、はい、まあ、その今日初めてこのマグロ君とまあ回ってみたんですけど、はい、どうですか今日、まとめるその夜のそのね、中央町どうでした？基本結構昼の人間なんで。ああ、なるほど。いや、ほんまに知らん街ばっか見たし、はいはい、なんか面白い情報めっちゃ聞けたし、あまあこれからだんだんとね、大人の階段登っていこうかなって感じですかね。頑張ってください、本当に。すごい緊張して、はいはいはい、爪痕残せんかった。いやいや、そんなっすよ。まあ、これからもちょいちょい出るような。そうですね、もしよかったら本当に、この感じでもね、本当にお願いします。はい、はい、ロブさんです。何が何がとりあえず疲れたけど、やっぱ最後はみんなで掃除して帰ろうやって。そうだね、頑張ろう。もう私めっちゃ疲れたんだけど、せんかった。あ、そうそう、気づかなかった。せんちゃん、なんでそんな声かんだ。え、誰だろうみたいな。なんでそんな声かんだ。あ、もうガラガラ酔ってます。さやちゃん捕獲しました。私はセキュリティに。友達に紹介してねえんで。紹介、あ、ハリーさんちょっと回ってますよ。ありがとうございます。頑張ってお掃除をこれからして帰ります。はい、みんなも最後はゴミから避けて帰ってよ。そう、ハロウィーンやるよ。楽しむのはいいけど、最後掃除して帰ってよ。そうです。はい、ありがとうございます。
裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。